入場してまいります。サガン鳥栖対セレッソ大阪、鳥栖の選手たちは今日ちょうどこう、来場者に配布されているという、そういう部分ではこう数字に残る結果って出したいですね。おっと森谷から、そして柿田残して森谷キム・ジンヒョン、いや柿田のポストプレーを使って森谷でした。原川と菊池の攻防、菊池勝った、そして森谷、これが柿田には渡りません。ただいいのが出てきた、いいの一気に入ってきた、いいのそして柿田、わずかに、いや届きませんでした。ここでインターセプトしてからうまく進入して、少しコース限定されたので、ファーサイドのところを多分、今度はパトリッキだ。さあセレッソこれチャンスになるか、パトリッキも下ろしてメンデス、ただこれは田代のハンドですね、取ります、ペナルティーキックです。田代にはイエローカード、セレッソがメンデスのシュート、田代ハンドで PK 獲得。ここ深くえぐってこられたところで中間ポジションが空きましたし、これやっぱ手を大きく上げて、まもなく72分、さあセレッソ絶好の先制のチャンスです。 PK はブルーノ・メンデス、ブルーノ・メンデス決めました。セレッソチームとして3試合ぶりの得点。パクイリュウからすると、動いた方向に1本ブルーノ・メンデスが失敗してるっていうのは多分情報として入ってたと思うので、さあこのボール藤田シュートに行った、藤田が突き刺した。こういう時はベテランの力です。追いついた藤田直幸、1対1。藤田しかも左足、いや素晴らしいですね。ここでクロスを意識させておいて、パトリッキが食いついていたところで内側に入ってシュート、セットプレーのところの硬さもセレッソ出てましたけども、ここでこういうふうにこうペナルティーボックス内からでもこの藤田が持ってるってところが非常にこう強みですけども、ここからニアにですよね、打ち抜くんですけども、本田中原戻るが、本田中野義弘横に流した、また藤田だ、そして藤田、また藤田でしたね。そうですね、まだ割っていない、折り返す、パトリックも詰めようとするが、で試合終了の笛です。